はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです、小学生をお持ちのご家庭向けです。ペーパーを解くスピードを上げるにはです。それでは、西荻フレンドリースクール室長、河野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、幼児版に続いて、今度は小学生向けということですね。だから幼児は、そうやってせかしたり、時間で区切ったりすると、めちゃめちゃな答え書くんですよ。はい、ところが、小学生で、遅い子っていうのは遅いので終わっちゃうんですよ。早くしろって言ったってめちゃめちゃに、ね、字だってめちゃめちゃに書いたってそんな丸やら三角やらと違うから結局は遅い子は遅いんですけど、まあとりあえずそれをね早くやるっていうことを体で覚えなきゃいけないっていう。でよくねどっかの学校だったかな。もうすっごい汚いままね宿題になるんですけど、初めの方は学校でやってくるんですよ。で学校の先生がなんか単語言うんですよ。宿題の話、宿題でも学校でやるんですよ。で例えばなんだろう、例えば山小屋とかね、ひらがなの話で漢字。山小屋って書くと小さいって、でもそれをちゃっちゃかちゃっちゃか言うから、それでもメモってこないともう宿題がそもそもできない、テストに出るから、その先生が言ったその単語が出るらしいから、それで書き損じてくるか、またはまあ汚く書いて、それもさ汚すぎて読めない時ありますもんね。汚いのはいいんだよ。それをさもうほらちゃんと書かなきゃいけないと思うから、こう書いてくるから、もう消せなくなっちゃうのね。で、別に、それがその後宿題になるんだから、もらってきたときに、私たちはね、ここでやることは、学童で、キッズでやることは、帰ってきます。ぐちゃぐちゃに書いてあります。別にいいの。もうね、子供に、ぐちゃぐちゃに書いてきてもいいからね。じゃないとほら、全部書ききれないから。何を書いたかってね、山小屋でもね、もう、一応字が分かるようには書いてきてっつって、で戻ってきて、で薄く書いてこいって言ってるんですよ、私たち。どうせ宿題なんだから。それで一回コピー機でコピーして、それから宿題で学校でやってきた宿題全部消すんですよ。それでこう丁寧に書くっていう方法をやってるうちに、まあ子供は早く書かなきゃいけないっていう体感で覚えたもので、まあ最初はぐしゃぐしゃなんだけど、だんだん多少見れる字になってくるっていう、でそうやってまずね書かせる、解かせる。じゃ幼児版と違って今度はスピード重視型になるんですね。で驚いたのは編入試験が今回あった時に、公立から私立小学校への編入などでしたね。で算数20分、国20分。とある学校の話ですね。でね、算数20分でね、どう考えてもこの回20分で間に合わない。例えば、16-9 ってなった時にね、もうそんなの遅いんですよ。で、書いてるからどうやってやったのって、頭で考えた。それはどう考えたって20分の試験には耐えられない。だからまずゆっくり16-9だったかな。さっき 16-9 って言ったかな、16-9 だとしたら、これはどうやって解くのかっつって、だから10から9引いてね、まあ原理は教えるんだけど、10から9引いて残り9と1で10だから1と6で7っていうのを最初ゆっくり教えるんですよ。それからだんだんいろんな問題を言わすんですよね。で言ってるうちにやり方が頭の中で定着してきたらやらせる。だからそこまで自分の中で消化して言えないと計算も早くできないんですよ。でそれをやって、それ本当にね、最初うちで来た頃はね、もう遅くてこんなのとても間に合わないだろうなと思ったんですけど、そうやってじゃあそれができないんだったらもっと数の組み合わせをやってみるとかね。でまあそもそも数の組み合わせも遅かったんですよ。でそれをやって数が速くなってきました、組み合わせが。それから普通の 4+3 とかをやりました。これもチャ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 とかいける。それでいよいよ 16-9 ってやってったら猛烈速くなって、でそれが早くなれば、まあ、文章題も早く解けるということで、その子は最後は試験3日前には1ページを問題集の1ページを10分でやるとかね、で10分でできるようになったから次は3分でやるとかね、でやったら実際の試験20分だったんですけど、ちゃんと解き切ったと本人は。だから小学生のスピードが上がらないから、じゃあ最初からゆっくりやってゆっくりやって丁寧に丁寧に永遠にそれが続いちゃうので、原理を教える、やり方を教えるね、それからもうスピードを上げていくっていう。だから小学生の場合は遅い子はずっと遅いんですよ。じゃあやっぱりある程度強制力を持って上げさせてあげると、最初はそうですそうです、そうしないといつまでたってもめちゃくちゃに答えが書けないから、幼児と違って。だから、幼児はそうやれば、スピード感が出たように思うけど、実は中身が違ってる。でも、ね、16-9、8だとか7だとか、そんな、ありえないじゃないですか、絶対に。だからそういう、めちゃくちゃに、やっぱりさすがに本人も答えが書けないので、まず、原理をきちんと教えていって、やり方をマスターして、そうするとさすがに小学生だから、そこがマスターすれば頭の中でチャ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 っと回るようになるんですよね。そうやっていかないと早くできないし、で早いっていうことは何が大事かっていうと、すごいよく連絡帳を書いてこない子がいるんですよ、最初の1年生の最初。困りますね。どうして書けないの？だってもうすぐ先生黒板消しちゃうんだもん。板書が間に合わないんだ。そう。だからもうそれもやっぱり字を書くスピードを速くする、それから早くきれいにするっていうことを、じゃあ早いんだったら書き順はめちゃくちゃでもいいけど、そういうわけにもいかないんで、それも全て含めてやっていくっていう。消しちゃうんだ。消しが起こります。それはちゃんと、ついてこれるぐらいの板書しろっていう学校からのメッセージなんですよね。そうなんです。つまりこんなものをもたもた書くなっていう。幼児っていうのは意外とそういうのは待ってくれたりもする学校もあるけれども、でそれで小学校に入ったからそれでいいかと思うと、もう小学校は早くなるとかね。やっぱり見てるとどうしてもその性格の問題もありますよね。ちょっとのんびりタイプの子ってゆっくりだったりするから、そこはやっぱり体感を上げてってあげないといけないですよね。だから今新1年生はこれから1年生になるから、まあスピードは上げてないけど、足し算やら引き算やらそういうものの原理は教えてるんです。原理とかやり方とか徹底的に。で少しずつ今カードも3分以内とかね、カードの数の組み合わせも3分以内とか2分半以内とかっていう、並行してやって、それができたら今度は 2+3 とかのペーパーを出すんですけども、2+3 じゃなくて 2+3 は5、2と3で5と覚えてるから、反射的にね。4と2で何 ?6 とかね。4+2 が4+2 に見えない。4と2で何 ?6 とかね。あれがとに見えるっていうところまで訓練すると早くなるっていう。はい。ということでね、幼児とはまたやり方が異なるんですけれども、ぜひぜひ。でも私立小学校なんかは、みんなが何分になるまで永遠にやり続けるという学校もあるみたいですね。恐ろしいですね。恐ろしいの。だから一回合格しても全員が合格するまでやるって嘘でしょとか思ったんだけど、そういう学校もあったりするから、やっぱり小学校は早くやるっていうことが重視されてるので、そこが幼児と小学校とは違うっていう。なるほど。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。はい、まもなくとなりました、フレンドリースクール小学校受験の第一歩個別セミナー in 東京日本橋。今週末ですね、ご予定ある方、ぜひ、ご予定空いてる方、ぜひお越しください。3月22日の金曜日午後の時間帯いかがでしょうか。12時20分から13時20分から14時25分から15時45分から16時45分から17時55分から18時55分から、全7回、先着順で、1回50分で受付をしております。東京駅の周辺ですね、神田だったり、三越前だったり、新日本橋からね、歩いていけるような距離で、会議室を押さえておりますので、よろしかったらぜひお越しください。小学校受験のこと、子育てのこと、何でもお聞きできる50分間となっております。ポイントはプライベートであるということですね。他の方の目を気にすることなく、こんなこと聞いていいのかなとかね、そういったことも何でも聞けるという機会になっております。この YouTube の動画の概要欄にもリンク貼っておきますので、ぜひ合わせて、ご参照いただければと思います。さあ、もう一つの企画ですね。こちらも概要欄にリンク貼っておきました。小学校受験対策面接特訓大阪心斎橋ということで、1年ぶりの大阪心斎橋の出張面接特訓となります。大阪、そして周辺にお住まいの皆様、ぜひぜひご参加ください。今年関西方面に行くのは多分今回が最後じゃないかなと思います。今年はね、2024年の4月の7日、日曜日、午後の時間帯となっております。お子様連れてぜひ一回来ていただければ、これからね、半月後となると思うんですけれども、受験に向けての、心構えであったり、面接の基本的な、気持ちの持ちよう、これからどのような練習を日々していけばいいか、特にね、なんだろうな、大人と喋ることが苦手な子とか、滑舌が気になるよとか、椅子に座れないよとか、いろいろな状態やね、段階あると思うんですけどね、皆さんも気になることありましたら、ぜひ、なかなかない機会ですので、この遠方に行くということは、ぜひぜひ、ご活用いただければと思います。実際にね、皆様にお会いできることも楽しみにしております。さあ、あとは、あれですね、体験ですね。体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通りです。はい、西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。YouTube へのコメントやメールでお知らせください。メールの場合、匿名でお願いしますというふうに書いていただければ、お名前伏せてご紹介することも可能です。また、チャンネル登録や高評価、いいねマークみたいについてますよね、YouTube に。ぜひこちらも、押していただけると嬉しいです。はい、本日も最後までありがとうございました。それでは、失礼いたします。